アフリカネーションズカップ1992は第18回目のアフリカネーションズカップであり、アフリカ各国の代表チームによって争われるサッカーの大会である。セネガルのシュトダカールとジガンショールで1992年1月12日から26日に行われ、コートジボワールが初優勝を決めた。予選には35カ国が参加。以下の国が本大会に出場した。 グループ A ナイジェリア V セネガルナイジェリア V ケニアセネガル V ケニアグループ B カメルーン V モロッコモロッコ V ザイールカメルーン V ザイールグループ C コートジボワール V アルジェリアコートジボワール V コンゴ共和国アルジェリア V コンゴ共和国グループ D ザンビア V エジプトガーナ V ザンビアガーナ V エジプト準々決勝ナイジェリア V ザイールカメルーン V セネガルコートジボワール V ザンビアガーナ V コンゴ共和国 準決勝ガーナ V ナイジェリアカメルーン V コートジボワール3位決定戦ナイジェリア V カメルーンコートジボワール V ガーナありがとうございます